提案されたルートマップ1943ニュルンベルクのニュルンベルク交通博物館にある2階建て列車の模型客室ごとにリビングルームが常備されている寝台車両の模型ニュルンベルク交通博物館に展示されている車両内部完成イメージがブライトシップルバーンとはドイツ第3帝国において1942年5月から1945年の終戦まで計画されていた 超高速巨大鉄道網のこと。期間は3000ミリメートル、主要都市を結ぶ計画だった。この計画は、相当アドルフ・ヒトラーが、直々にドイツ帝国鉄道に委託したものだった。その主な目的は、ソビエト連邦に勝利した後に建国されるはずだった、ダイゲルマン帝国において、スラブ民族を奴隷化し、また東、ヨーロッパを、ドイツ民族の移住地、 資源の供給地として確保するためであった。起点は、首都ベルリンとミュンヘンに置かれ、時速250キロメートルで走る全長70メートル、幅6メートル、24000馬力の機関車を8両、連結し、その後に、全長50メートル、2階建ての客車を15両、連結した列車を走らせる計画であった。また1編成につき1728人が、 乗車できるよう設計されていた。また、貨物列車も当時より、はるかに高速化し、最高速度時速 100km が計画されていた。構想された機関。標準機、ロシア機関。第三帝国の画会とともに構想は消滅した。ありがとうございます。